イオン、鹿児島中央店は、鹿児島県鹿児島市中央町にある大型商業、施設である。大英時代の店番号は0682。西鹿児島東口開発ビル株式会社が管理、運営するキャンセビルの各店舗。キャンセとは、薩摩弁で、ようこそという意味である。鹿児島県道24号、鹿児島東一期線沿線に存在する。 鹿児島市の再開発として1999年に大英西鹿児島駅前店として開業したのが始まりである。地上8階、地下1階建てとなっている。大英旧ロゴ時代の鹿児島中央店大英、鹿児島中央店7から8階は開業当初より、鹿児島市勤労者交流センター、余暇センターを中心とした公共フロアとなっている。2015年9月1日に、 イオン九州に同店の営業権が承継されイオン、鹿児島中央店に名称変更した。2004年3月13日に九州新幹線の新八代駅、鹿児島中央駅間が開業するのに伴い、当時使用していた西鹿児島駅の名称を鹿児島中央駅に変更することとなった。西鹿児島駅周辺の商業施設として、大英西鹿児島駅前店が先陣を切って、 大英鹿児島中央店に2004年3月1日に名称変更した。当ビルの建設が決まったのは1980年代まで遡る。西鹿児島駅東口10番地区市街地開発準備組合が再開発ビルの各テナントにユニードを誘致することが決定したのが始まりである。全フロアにユニードが出店することが決まっていた。同年3月には 再開発組合を設立し、1990年、早々に着工し1991年の開業を目標としていた。ところが、事態は急変する。鹿児島商工会議所で開かれた商業活動調整協議会の決心で、再開発ビルの店舗面積を他の大型ショッピングセンターとのバランスを考慮しなければならないこと、同地はユニードが所有する。 鹿児島店に近いため、連携が取れるとを理由に、売り場面積を九千二百平方メートル削減され、開店予定日を九百九十二年五月以降が、打倒との決心が下ったのである。年月は過ぎ九百九十二年、地元、組合側が一部地権者の同意を得るのに苦戦を強いられている間に、バブル崩壊の後遺症となって景気が低迷。当初、見込んでいた、 建設費が急激に上がり、ユニードは地元組合側に再考を求めたのに対し、地元組合側は同年に計画していた着工を半年延期を決定した。1993年9月には全フロアの出展を決定していたユニードが景気低迷による再三面の不安から全フロアの出展を断念し地下1階から5階までを出展することを発表。 1994年から長らく交渉を重ねてきたユニードが大英に吸収合併されたことに伴い、大英との協議が始まった。1995年にユニードが決定した出店フロア及び出店面積の縮小を両社間で合意、出店を断念したフロアは両社が共同出資して設立したビルの運営会社によってテナントを探す方法を取ることとなる。 この時、建物のイメージがまとめられ、大英ショッパーズ福岡店をモデルとした店舗となることが明らかとなった。しかし、1996年に大英と地元組合との意見が食い違い対立。地元組合側は、直ちに着工したいとの考えから大英に早急に、店舗収得費を含んだ32億円を早急に支払うよう鹿児島地方裁判所に仮処分、申請するまでに至ってしまう。 これにより、両者の関係が悪くなり、着工がさらに遅れた。駐車場は当店に隣接し、約500台が収容できる立体駐車場がある。3階に連絡通路がある。出店前店舗一覧は公式サイト、ショップリストを参照。ありがとうございます。